本日紹介する作品は後藤さんの雨傘を閉じる夏という作品です。サラリーマンの森本新は駅まで向かう途中に体調不良のために倒れてしまいます。そんな彼を助けてくれたのはたまたま車で通りがかった常原さんという女性とその甥っ子で家庭の事情で常原家に住んでいる高校生川村京介でした。この出会いをきっかけに新と常原家との交流が始まり、そして次第に新と京介が互いに惹かれていく、そんな様子を描く BL 作品です。自分のことを無条件に受け入れてくれる常原家との交流の中で、新は少しずつ心身ともに癒されていきます。そしてその交流で特に京介と心を通わせることになるのですが、その途中で新たに関するある事実が判明し、物語が大きく動き始めます。この物語は一つ一つのピースだけを見ればどこにでもあるようなありふれたものなのかもしれませんが、それらが偶然の出会いから一本につながることで美しい結末へとたどり着く、 BL を普段読まない人にも勧められる、そんな物語になっています。この作品は太陽図書のイヤーハーツという雑誌で連載されていた全1巻の作品です。興味を持っていただけた方は概要欄のリンクから試し読みを読むことができますので、そちらをぜひチェックしてみてください。それではまたのご来店をお待ちしております。